古代朝鮮語は中期朝鮮語以前の朝鮮語を指す。河野六郎の定義によれば、訓民性音奏性以前の朝鮮語を古代朝鮮語という。韓国では古代国語と呼ぶが、これは中世国語以前の朝鮮語、すなわち統一白木時代、三国時代、あるいはそれ以前の朝鮮語を指す。従って、高麗時代の朝鮮語は、 河野六郎の区分では古代朝鮮語に属するが、韓国における区分では中世語に属することになる。三国時代以前の朝鮮語については、資料がほとんど存在しないため、その姿を知ることはできない。また、三国の言語のうち項送りごと、くだら語は、歴史書などにおける地名、人名の漢字表記などから、若干の形態素が抽出できる程度しか判明しておらず、 現在のところ言語の全体像を知ることはできない。言語像をある程度知ることができるのは資料が比較的多く残されている白木語だけであるが、それでも資料は非常に限定されており、言語の全体像を把握するのはなお困難である。古代朝鮮語器はハングルが作られる以前の時期であるので、その資料は三国式、三国維持などの朝鮮や、 近隣諸国の歴史書に現れる地名や人名、リート、合殺、区決など漢字表記された資料に限られる。朝鮮語が漢字によって暗示的に表示されるため、その語形を厳密に復元するのは容易でない。以下に、いくつかの復元例を示す。三国式の白木地名、四頓軍元吉道軍の記述から、久しと基地が等価であることがわかる。 この部分の元の朝鮮語は、であると推測されるが、と同音の漢字を当てて表記したものが、基地であり、形容詞の意の漢字を当てて表記したものが、久しである。このことから、白木において、長いの意の形容詞が、現代朝鮮語と同じく、であったと推測することができる。豪華、ところ姿歌に現れる、豪殺表記、湯行除歌は、あるいは、と解釈される。除歌は、 リィトにおいて、と読まれ、豪華においても、同様だったと推測される。言行はそれぞれ中期朝鮮語の、と関連付けられ、その合成語、であると推測される。ただし、中期朝鮮語では、の音節末シーンが脱落するが、古代朝鮮語では脱落していなかった可能性がある。古代朝鮮語には、平音と激音の対立があったものと思われる。例えば三国維持、ある作一義、 あるうん一形音の別なり、役運やなりの、次、書は、次、清志寺であるが、いつに、一書は中期朝鮮語、に通じる単語である。その一方で、脳音については、その存在をはっきり示す資料がない。中期朝鮮語にあった、語中の摩擦音、ベータ、が古代朝鮮語でいかなる音であったかについては、説が分かれるが、それぞれ破裂音、 に遡るとする説が有力である。また、これと関連して、中期朝鮮語におけるある種のが古代朝鮮語においてに遡ると見られる。例、ナミチンバット R、海。単母音は中期朝鮮語と同じく7、母音体系であったと見られるが、一部に、に 2, 2種類があったとする説がある。は中期朝鮮語では、だったと見られているが、古代朝鮮語では、遠心性のより強い。 だったと推測される。中期朝鮮語におけるの一部は古代朝鮮語でに遡るものがあると見られる。古代朝鮮語の主な語尾としては以下のようなものが知られている。中期朝鮮語では大元が死音語管か母音語間かによって、また母音調和によって語尾にいくつかの異様体があり得たが、古代朝鮮語では異形体の存在について明示的でない。例えば、 体格の場合、中期朝鮮語の場合のように、RRR、リア R、RR、イヤーといった異形態が古代朝鮮語にもあったと十分に推測シュールが現実の表記はオツ一種類のみである。ありがとうございます。